ビクトリア女王とアルバート校。1840年2月10日、ロンドン、セントジェームズ宮殿での婚礼を終えて、カイロック弦画同伴制作エスレイノルズ・ビクトリア女王が結婚式に着用した白いサテン製の靴ビクトリア女王のウェディングドレスでは、イギリス女王ビクトリアが1840年2月10日のアルバート公との結婚式に着用したウェディングドレスについて述べる。 ビクトリア女王は当時はウェディングドレスとしては使用されることが稀であった白をドレスの色に選んだ。ドレスは厚みのあるシルクサテン製でホニトンレースを使用した。ビクトリア女王がホニトンレースをウェディングドレスに採用したことはホニトンレースの産地であるデボンのレース産業にとって強力な後ろ盾となった。ビクトリア女王が白いウェディングドレスを着用したことが 花嫁衣装に白を使う伝統の始まりとされているが、王族の中で初めて白いウェディングドレスを着たのが、ビクトリア女王というわけではない。レースは、官立デザイン学校校長だった、ウィリアムダイス・ウィリアムダイスがデザインし、メアリー・ベットン、メアリー・ベティンズが制作したドレスに縫い付けられた。無地のクリーム色のサテンのドレスは、東ロンドンのスピタルフィールズでおられ、 デボンのホニトンとビアで作られたハンドメイドの幅の広いボビンレースのひだ飾りと細い縁取りレースで飾られていた。女王のこの選択はイギリス産業、取り分けレースの固定ンダストリーを支援しようと意図してのことだった。手織りのボビンレースのモチーフは木綿のマシン製のネットにアプリケされた。ドレスには豊かさ、多産のシンボルであるオレンジの花も飾り付けられ、また、 ビクトリア女王がティアラの代わりにベールの上に被った花もオレンジの花で作られていた。ドレスと揃いのベールは長さ4ヤード、幅0.75ヤードであった。身につけていた宝飾品はダイヤモンドのイヤリングとネックレス、そしてアルバート公が送ったサファイアのブローチだった。靴はドレスの色に揃えて白であった。 ドレスのトレーンの長さは18フィートで、グライズメイドがそう思った。ビクトリア女王自身は、日記の中で、ドレスについて、私は、幅の広いホニトンレースの、ひだ飾りのついた白いサテンのドレスを着た。レースは、古いレースのデザインを模倣したものだった。アクセサリーは、トルコのダイヤモンドのネックレスとイヤリング、それに、最愛のアルバートから贈られた美しいサファイアの、 ブローチだったと書いている。ビクトリア女王の肖像フランツ・ウィンター・ハルターが1847年、アルバート公への贈り物として描かせた。1897年、ビクトリア女王即位60周年記念の肖像が、結婚式のベールとレースを身にまとっている。1840年当時、写真術はすでに存在していたが、その技術はまだ十分発達してはいなかった。 ロジャー・フェントンロジャー・フェントンが1854年5月11日に撮影したヴィクトリア女王とアルバート校の写真は結婚衣装と同じ衣装に見えるためしばしば結婚写真であるとかその再現写真だと言われてきたしかしロイヤルコレクションはこの写真はヴィクトリア女王を妻や母としてよりむしろ女王として示すために撮影された初めての写真でありヴィクトリア女王も アルバート公も結婚衣装ではなく宮廷用のドレスやユニフォームを着用していると上記の味方に異議を唱えている。1847年、アルバート公への結婚記念日の贈り物として女王はフランツ・ヴィンター・ハルターに注文してウェディングドレスを着た肖像画を描かせた。この肖像画はジョン・ハスレムによって写されエナメル製のミニチュア肖像画が制作された。ビクトリア女王は アルバート・エドワードに続く子女の幼児洗礼の時着せる洗礼服を作らせるためデボンのレース職人を裁縫したビクトリア女王が作らせたこの洗礼服は2008年ジェームズの洗礼の時レプリカが作られ初めて使用されるまでの150年余りの間後に続くイギリス王室の子女全員が着用したホニートンの産業を支援する証としてビクトリア女王は ホニトンレースを自分自身や子女の衣装に使うことに加えて、娘たちのウェディングドレスにもホニトンレースを使うことを要求した。ビクトリア女王はドレスにウェディングのレースを縫い付けて利用した。アルバート・エドワードの洗礼の時はガーターローブを着用したが、この時を除く子供たちの洗礼式にウェディングレースのドレスを着用した。女王はまた、 ウェディングレースのドレスを子供たち二人、すなわち1858年の長女ビクトリアと1882年の4男レオポルドの結婚式にも着ている。一番下の娘ベアトリス王女は1855年の結婚式でビクトリア女王のウェディングドレスの着用を許された。ビクトリア女王は1893年、孫のジョージ5世とメアリー・オブ・テックの結婚式にも、 レースを着用し、また、1897年、女王在位60周年の公式写真にも着用した姿が収められている。ビクトリア女王が死去した時、女王は顔をベールで覆って埋葬された。ドレスは、ケンジントン宮殿に保管、展示されてきたが、2012年、保管庫から出すには弱りすぎていると発表された。白い花嫁衣装はファッションに敏感な当時の、 富裕層の花嫁たちにすぐに取り入れられた。ゴーディーズ・レディーズ・ブック・ゴディ・エス・レディーズ・ブックは、ビクトリア女王の結婚式からの約10年後、ビクトリア女王の結婚以前では、白いウェディングドレスは稀にしか選ばれなかったにも、かかわらず、素材は何であるにせよ、花嫁が白を着る慣例はすぐに確立された。それは、少女時代の純粋さ、無垢、そして、 結婚する相手として選ばれた一人にだけ与える、穢れなき心の象徴なのであると評している。2011年のウィリアム王子とキャサリン・ミドルトンの婚礼以来、キャサリン・ミドルトンのウェディングドレスとビクトリア女王のウェディングドレスが比較して語られることが多い。ありがとうございます。